戻ったな。なんでこんなとこに？なに、石碑が傷つくのは避けたいんでな。どうだった？誰が悪いってくくれないけど、誰も正しくなかった。そう感じたよ。そうか、それが分かりゃいい。あとは答えだ。聞かせてください、スレイさんの答えを。俺、ヘルダルフを救いたい。俺が同志だから最下の剣士を沈めるんじゃなくて、先代の同志ミケルの後始末でもなくて、やっぱさ、汚れて氷魔になった天族は救うのに、汚れのせいで不幸になった人は自分の責任ってほっとくの、なんか違うと思うんだ。それがスレイさんの答えになってるのかな。ヘルダルフのような人間はいくらでもいる。あの事件では全て悪い方向に繋がっていっただけだ。ヘルダルフに同情すんなとまでは言わないけどさ、平和な村をあんな事件に巻き込んどいて何の報いも受けないなんて、そんなの絶対おかしいし、今ひどいことしていいってわけないと思うけど。ああ、それは許せないよ。確かに絶対止める。その上で奴を救うってか。人と天族両方とも幸せにするには、ヘルダルフみたいに氷魔にさせられた人も救えないとな。そうか、君は本当にバカね。うん、そういえばスレイはこんなやつだった。はい、スレイさんはこんな方です。そういうことらしいぜ、国民。あいつにとっての救い、それは孤独を終わらせることだ。この意味が分かってるのか。命を絶つってことかもしれないな。スレイ、できますの、スレイさん。だな、重要なのは答えよりもむしろそっちだ。はい、重要なのはもう迷わないか、いえ、自分の導いた答えを信じ抜き、それに至れるかですわ。そのために何が起きようが、どんなことになろうとも、な。何？決意を戦いで証明してみせろって感じ？平たく言えばそんなところだ。時に取り残された者を倒すには、力のつながりを断つしかない。その方法を示してみろ。時に…まさかメイビン、力のつながりを断つ方法だって。永遠の孤独は呪いか。なるほどな。おじさん、さあ見せてみろ。手加減不要、これは遊びじゃないぞ。けど力のつながりを断つ方法なんて、それにその方法を使ったとして、おじさんはどうなっちゃうんだよ。お前らが迷うこと分かったな、蹴りつけろ。メイビンさんの思いを無駄にしないで。危ないぞ。払う。それ。まっしぐれ。危ないぞ。払う。それ。まっしぐれ。危ないぞ。それ。まっしぐれ。それ。
そんな表面上の強さじゃないぞ。本当に不死身なのか。もう分かってるんだろ、俺を倒す方法を。ああ、仲間を意志ある攻撃にして打ち込み、力のつながりを打ち抜けばいいんだろ。デゼルがやったっていう。なぜそれをしない。俺は兵馬じゃない。今その方法を使っても仲間が汚れに飲まれる心配はない。認めたくないか。俺にその方法を示すってことは、ヘルダルフもそれでしか撃てないのを認めるということだからな。なんか他の方法ってないの、おじさん。ない。ライラの浄化の力といえど、ヘルダルフほどの汚れが払えるものか。経験したろ。スレイ、ロゼ、お前らは命を計りに乗せられると途端に揺らいでしまう。仲間の命ならなおさらな。だがそのせいで迷い、迷って出した答えで失敗したら二度と立ち上がれないだろう。それじゃあ美徳が悪徳に変わっちまう。ですが、信じた答えに準じれば、もし失敗しても必ず再び立てます。恐れるべきは失敗ではありません。失敗を恐れ、答えを信じられないことですわ。ライラ、さあスレイさん。茶番にしたいのなら終わらせてやる。示せ、言葉だけじゃないと。信じる心を出させてもらうぞ、ガトー天皇陣。ライラ、残念だったな。こいつら分かっちゃいないみたいだ。無駄だったな、すべて。いえ、もう少しですわ。時に自分の無力に怒りを覚えても、時に仲間を失って悲しんでも、道を惑わせようとする悪意にまみえても、ちゃんとスレイさんたちは自分たちのままここまで来たのです。悩みながらも汚れることなく、みんなでここまで。大した女だ。言っとくわ、私は後悔したくないし、させたくもない。スレイ、ローゼちゃん麻痺しちゃったん？
兵馬とやり合ってる限り基本命がけだろ。今さらじゃねえ。エドナ、ザビーダ、ロゼ、二人の言う通りだ。スレイ、レディーレイクで僕が言ったこと覚えてるか？僕は足手まといになるためについてきたんじゃない、そう言ったよな。改めて言った方がいいかい？いや、同志スレイが信じる答えはきっと最悪の時代に終焉をもたらしますわ。さあ、僕たちにも見せてくれ、スレイ！みんな、いい仲間じゃないか。ああ、行くぞ！来い！グズラスレイ！集中力が高い！それ闇に…メイビン！これが答えだ！おじさん！メイビン！受け止めてやるまで持つと思ったんだが…メイビン…メイビンさん…ごめんなさい。あなたもバカね。違いない。だが、後悔はない。どうしたんだ？何言ってるんだ？おじさん！禁忌を犯したからだ。制約で得た特別な力は、それを破れば消え失せる。そういうこと。それじゃ最初から。ライラを責めるなよ。お前らのためにこれが正しいと信じたんだ。俺も自分で決めた。俺も信じるよ、自分の答え、仲間を。そのためにやらなきゃいけないことを迷わない、後悔しないために。俺、メイビンに教えてもらったこと絶対忘れない。ずっと伝えていく。スレイ、お前、俺が見取られるなんて考えたこともなかった。ありが、行こう。カムランだね。ああ、マオテラスはそこにまだいるはずだ。とにかくまずはイズチ、カムランへ通じる道があるはずだ。村が崩壊した直後にジージが駆けつけてたし。そっか、カムランってイズチの近くだったんだ。おそらくね。それだとハイランドとローランス、北の大国にとって戦略的に重要という条件にも合う。ま、そうだろうな。ただしカムランへの道は封じられてるみてえだが。僕の母によってね。泣いても。泣かないって言ってるだろ。いよいよ決戦ですわね。終わらせましょう。だな。